小野康生はトップリーグ宗像サニックスブルースに所属するラグビー選手。1歳の時に家族でニュージーランドクライストチャーチに移住。バーンサイドクラブクライストチャーチボーイズハイスクールニューブライトンに所属。ニュージーランド U-19 代表候補にも選ばれた。2007年19歳で日本代表スコット入りし、同年に福岡サニックスブルースに入団。同年10月28日に行われたジャパンラグビートップリーグ第1節のCOCAコーラウエストレッドスパークス戦に先発出場で公式戦初出場を果たした。また同年には2007ワールドカップ最終メンバーにも選ばれ、初戦のオーストラリア戦でジャパン初得点となる PG を決めた。2012年、サントリーサンゴリアスに移籍。2014年、ニュージーランド人女性と結婚した。2015年、2大会ぶりに2015ワールドカップ最終メンバーに選ばれる。また、同年11月にはトップリーグのリーグ戦、通算100試合出場を達成した。2017年、日本ラグビーフットボール選手会の副代表理事に就任した。2020年、宗像サニックスブルースに加入。ありがとうございます。